あ、中央に抜けてったな。ねや行くかねや。あ、すごいちょろちょろね。うん、ただそこでも私のね、おらこれがね、かけといてよかった保険。みなさんこんにちは、柚月史郎です。はい、今夜もデッドバイデイライトの時間やってまいりました。さあ今夜も殺人鬼ハグプレイでやっていきましょう。そしてパークはね、前回に引き続きこちらのパークでやっていきましょう。そして今回アドオンね、ちょっと2つね、しょぼっちいところ持っていきましょう。うん、いやー今回もね、どれだけねこのハグでやれるのか試していきましょう。さあ今回のメンバー、ジェイク、ネアちゃん、フラッシュライト、メグちゃん、新衣装のジェイクと。うん、さあオファリングは、あ、生存者がね経験チャップを使ったと。うん、いやーほんとね、あのぶっ続けでねハグプレイさせていただいておりますけど、いやー気持ちいいね多分まだね、あのランクの方もそんな高いところまでね殺人鬼行ってないから、ね、結構ねハグでワープが決まってる、すごい気持ちいい感じとなっております。はい、いやほんとねハグ最近最強なんだよね。最強クラスになってきているので、もうほんとねハグで殺人鬼がね来たりすると、もうワープ、あの罠を書くだけ書いたりすると、もうなんか後でねとんでもないことになったりすると。さあそしてねハグとは相性がいいね、あの呪いの当店も一つ増やす、発電機を遅延させるパーク、うん、これほんとね相性いいんだよね。ひとまずねここに設置しましょう。私のこの可愛い可愛いトーテムちゃんは壊されないようにと。うん、さあ、逃走するであろうルートのところにもね一応設置しとこう。あ、近くいるね、ウィスパーが反応してると。早いとこウィスパーもねレア度3のもの欲しいよねこれね。ひとまずちょっとこうちょんちょんと書いておいて、ではどうせね逃走ルートだから、ここもここね、内側にも、内側と外側両方書いちゃう。お、どこだ、あっちか、なんかどっか移動してそうだな、バーンやった後。一応逃走ルートに書いておこう。板ポイントはよく来るからね生存者。さあ近いは近いけど、まあちょっとだけうなって移動したいよね。足跡はないから近くだね。うん、おっと向こうだ、ワップ。ジェイクちゃんがこんなところに、私の呪いのトーテムかな。ひとまずねちょっとジェイクと遊んでみようか。さあジェイク、板か、いいぞ、板を倒すんやどんどん。さあ今回も狩りの時間だ。あ、メグタン、メグタン見てるいやーメグちゃん惜しかったね、見えてなかったらよかったんだけどね。いやーこれまさかのメグちゃんがこちらに向かってきてしまうと。いやーこれほんと、あ、向こうでなんか罠が発生してる。さあメグちゃん、お、そっち行くか、時間稼ぐかメグちゃん。ただでも積んでるからな、パーンっつって。これお疲れメグちゃん。まあスプリントバスとかでね、あの走って大変だったと思うから、ちょっと休憩しようか、私が連れていくよ休憩できるところ。いやーほんとねこの新衣装もね、あの1周年イベントで手に入ったのよね。私もね早いとここの衣装着ていきたいんだよね。さあ人までね近くいる、あ助け来てんな、足跡残ってるそっちから来たか、ん、あー柵越えた先か。で姉やちゃんがねうまいこと抜けたね。さあ、こちらからよし、いいぞメグ姉やちゃんちょっと残念だったね、あれ罠発動させて一回ちょっとおとなしくしとけばよかったけど来ちゃったと。私もすぐ来ちゃうからね。さあひとまずメグちゃん、さあこれでメグちゃんはね2回目と。うーん、いやハグだとねほんとワープ能力がねこうやってこうある状態だとね、あのすぐに戻ってきちゃうから救出が難しいと。さあこの外側に書いとこうか、まあ、どうせここね飛び越えるからひとまずここらへん。うん、さっきのネアちゃんもねここかかったけどって感じだったね。さあ戻るかな、ネアが助け行きそうだけど、あ私の可愛い呪いのトーテムちゃんところ、あそうか、さっきジェイクがね、うん、でまあ引っ掛けられてるところもトーテムの近くだったからって感じか。さああそこ、ん、あ助けに来た、おっと呪いのトーテム発動させないように来たようだね。ただ向こうだもんね、ナイスだねネアちゃん。そうね、そっち方面書いてなかった、誰だ誰だ、服壊しデイリーだな、メグちゃんこの裏だな、声が漏れてる。そうね今ねデイリーで2かけフックを7個だったかな、私も出てるからね壊しに行かないとなんだよね。まあちょっとデイリーやってる人がいるってことは発電機全然いけてないね、まだ5つ。さあメグちゃんいいぞメグちゃん、
お、板倒さないギリギリまで我慢か。あ、ネア、どうした？ネアちゃん、ネアちゃん、もしかして2壁になる感じか？さあメグちゃん行ってみようか。あ、やだ、ここ引っかかってるじゃん。あ、メグちゃんしゃがんだね、この近く。ネアがそこをちょろちょろ見てる。ネアやっとこう。うん、相打ちだけどね。ネアちゃん板当てね、お近くね。いや、ほんと最近ね、相打ちになることも、まあ、近くいるだろうな、メグちゃん、これ。あ、まあとりあえずネアちゃんをねかけとこう。うん、なんかメグちゃんをかばってる感じだったからね、優しいネアちゃんはプランとかけておきましょうか。うん、さあ、こちらと。さあ、メグのね血の跡が残ってるから近くにいるだろうね。救出するかな。あ、治ったようだね。ちょっと離れて治療してもらったようだ。うん、あっちなんかバンバンやってんな。なんだろう、なんか関係ないとこでバンバンやってんな。近くいたね。まだウィスパーが反応してる。まあまあ近く来てるから多分ね。あ、来た来た。ん、違うとこでバンやってるわ。おっと、メグ、メグミスってしもうたわ。さあメグちゃん、さあどっち行こうかな。メグちゃんがもう後がないから先にメグちゃんをねやろう。あー、板待ちしそう。さあ板でちょろちょろ積んでる悲しいかな、それ積んでるんだな。メグちゃん倒れた、板倒れたね。悲しみしかないけど、特にね、あのさっきの板ポイントとかどこ行った？メグ、さっきの、あ、ノレのトテムやっと壊したようだよね。ただメグがね、もうどこ倒れた？あ、ボロータイムじゃん、メグちゃん。あ、じゃあネアちゃん積極的に助けに行ったのはボロータイムがあったからか。そっか、オッケー。じゃあまあまあ、ひとまずね、ちょっとメグを泳がせよう。まあボロータイムもこれで1回ね使わせたので、持ってる生存者も少ないんじゃないかな。さあ、ひとまず、まあ、遅延パークでね、あの遅らせてたおかげでまだ発電機はできてなくって、まあネアちゃん1回釣るし、メグちゃんが後がない状況だと。さあ、これは結構ね、殺人鬼からするといい感じの展開だぞ。遅延パークは結構効いている。なんかね、バーンってやってんだな。フックチャレンジやってる人いる？いや、発電機ミスったようだな、そこね。まあ発電機、あ、ちょっと待って、ここ、あ、なんか今回引っかかるポイントがちょいちょいあるね。一応逃走ルートら辺に先に書いておこう。うん、どっちかな、こっちの方に抜けてはない。一応発電機壊しとこう。まだね5つだもんね、1個もいけてないって、これ悲しみ。多分ね、生存者側からすると、あの発電機が呪われてるってなったらね、どっか隠れてないか、フェイントで一応来てない。あ、1人回線切れた。絶望して回線切れたのかな。いやー、これほんとね、呪いのトーテムがある場合ね、先に呪いのトーテム壊しに行こうっていうね、あの生存者の考えになったりするんだけど、まあ1人2人がそういう考えでね、あちこちマップ中走り回ると誰も発電機を行けなくなったりするんだよね。そうなるとやっぱ発電機修理がね非常に厳しくなると。さあ1個ついた、この近く。でも足跡は残ってない、近く潜んでそう。向こう抜けたな、走っていった生存者がいるのか。柵越えたっぽいね。あー、ここね、ここにいたんだ。なんか柵越えっぽい。あ、ネアだここやっぱいたんだね、いじってたんだね。オッケー、じゃあ追い詰めましょう。ネアちゃん走るね、くる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 。まあ時間稼ぐ感じでね、ターゲット取る感じからの柵越えね。うん、ただね、殺人鬼もね足速くなってくるから。さあ、そろそろ板のところで倒されそうだけど。さあ、ネア、まだ倒さない、我慢するね。ただそろそろ1回切るぞ、ネアちゃん、行くぞ、ネア反動で板倒しね。あー、で板倒したらフラッシュライト作戦だけど、まあそこでちょろちょろさせよう。うん、いや、そんな見えすぎた手にはね、私かかりませんよ。おっと、抜けたようだな。まあひとまず板壊しとこう。多分スルッとすれ違ったんだろうね、ネアちゃん。まあ一回傷つけといたからな。放置でも大丈夫かな、どっか行っちゃったもんね。近いは近いんだけど、あ、ジェイクだ。ジェイクちゃん見えちゃったね、惜しかった。2人で直してたんだね。まあ多分2人とか3人で一点集中だったんだろうね。おっと、罠中央だ。ちょっといけるかな、テレポート。あー、中央に抜けてったか。あ、中央に抜けてったな。ネア行くか、ネア。あー、そこちょろちょろね。うん、ただそこでも私のね、おらこれがね、かけといてよかった、保険。3段階の罠と。いや、ほんと強いんだよねこれ、ハグね。まあ1回2回ぐらいはまあ超えるときあるかもと思うけど、まさか逆側にもあるっていうね、
こちらでございます。さあしっかり引っ掛けましょう。ジェイクがね治ってないってことは自己治療持ってないんだろうね。とりあえず板ポイント多分来ると思うから生存者もね。ひとまず板と、こちらもかな。うん、さあ近くのね発電機壊したっていうか直そうとしてる人がいるけどどこかな。まあ一応発電機壊しとこう。あれ治ってない。誰だこっちでバーンやったの。2かけ100でも壊したのかな。近く来てるな。ちょっと離れてあげようか。一応こうちょっとチャンスをね与えましょう。しっかりこちらにもね罠を書いて、うん、あとはまあやっぱさっきもね安定だった、まあ、この辺、うん、あ来たね。さあ罠発動、行ってみよう。テレポート。さあ誰だ。ジェイクか。ジェイク傷ついた状態のジェイクだったか。まあネアを追いかけよう。今のうちにねもう一人がね直してあげれば。メグちゃんメグちゃんそうね今のうちに入れ替わりで直してあげないとこれ積んじゃうからね。さあ姉ちゃんがいたか。だけど遅かったね。まあこの状況の板って殺人鬼を視認することが難しいから、だからねあの板倒すタイミングが分かんなくってあの相打ちになったりするんだけど、相打ちになるとね生存者確かに1000ポイント入るんだけど、まあ、どっちかというとね殺人鬼有利なのよね。ダウンさせられるから。さあひとまずメグちゃんが直してあげたようだね。まあそこだろうね。ここで直してもらってるかな。ジェイクちゃんどうかな。ジェイク、あメグちゃんそんなところに、ん失礼。メグちゃんこれ回線切れたな。メグちゃん、さあジェイクかわいそうにな。回線切れちゃったんだなあのメグちゃん。よしナイスだジェイク。ひとまずいた。あちょんちょんやってるわ。もうジェイクもこれ諦めるしかないもんね。かわいそうに。あれなんだよね、自己治療してもらってる時に直してくれてる人がね回線切れたりすると直してもらってる側がね全く動けなくなるっていうねバグがあるんだよね。いやージェイク惜しかったね。まさかね2人が回線切れちゃうなんてって感じだったね。さあ、ジェイク儚い命がね散っていってしまったと。さあ発電機をね一応壊してねちょっと100ポイントほどいただきましょう。うん、いやーこれ4人とも元気だったらねまだまだいけたけど、でもまあやっぱりねあの最初の発電機の呪いのやつを探してたのがね生存者が結構試合展開としてね痛かったんじゃないかなってところ。うん、いやージェイクはね最後まで頑張ったんだけど、あ GJ って言ってる、グッドジョブみたいなこと言ってんのかな。いやーこれほんとかわいそうだったな最後残されたジェイク GJ と。うん、あでも最後に残った2人だけは、まあ、結構ね救出とかしてたようだったね。まあナイスジェイクと、うん、あバッドチームって言ってるね。そうだね、回線が切れちゃったのが本当ねかわいそうだったよね。そうだな本当かわいそうなね試合展開でございました。イエスと、ごめんね。まあバッドチームじゃなかったらねもっとうまくいけたかもしれないけど、まあグッドラックと、うん、次はねいいことあるといいねジェイクというようなね結果でございました。うん、まあほぼほぼ2かけフックに吊るせたので、まあポイントの方もね美味しくって、一応あの回線切れた生存者の方もね2人いたものの、まあそれでもあのポイントというかねピップ、今回ね2ピップ手に入りました。うん、16までいったのかな。うん、という感じで、まあ、2ピップ手に入れてと。そうそう米粒のねあの読み方ね、一応1ピップ2ピップ3ピップみたいなね読み方らしいんだよね公式だと。さあハグね、いや本当にハグが強い。うん、ちょっとねレベル上げていきましょう。レベル30には一応なったもののハグね強化していかないと、やっぱりね今だとまだランク17のハグだけど、こっから中ランク帯に行くとね、まあ、相当ね手強い生存者も増えてくるので、やっぱねパークダルミとかにもねなってきたりする。さあレベル31ハグ、あアイアンウィローも購入できるものと、あとはこのアイテムの消費を早くするドクター固有パークか。うーん、あとはこれなんだろう、ウルトラレアだな。あマップ上のどこにいても罠にテレポートできる、わすごいねこれ。あこういうのもあるんだね。ただしまあ使用がなんか15秒かかるというものだったようだね。うん、でもハグに関してはねこのようなパークしかないと。まあまあでこのパークでもかなりいけてたよね。うん、
まあ、ウィスパーで、まあ、ちょっとね探知できるっていうのはありがたいけど、ただウィスパーもレア度3じゃないからね。まあ生存者がねどこら辺にいるかっていうのはまだちょっと特定しづらいかなっていうところで、あとはやっぱハグのねあのパークの方で遅延させるパークね、いやこれ本当に強いよね。ハグと相性いいんだよね。遅延パークのあの呪いのトーテムかにひとまずね罠をかけておくと、でまあその周辺とかでちょいちょい罠とか書いておけばどうせ誰かが引っかかったりすると、うん、まあ普通だとね他の生存者が誰かターゲット取って追われて切られてニコケフックに吊るされるまでの間に、まあ、呪いのトーテムね誰かが壊しに行かないと壊しきれないっていうところになるんだよね。あとやっぱ前半戦に呪いのトーテムだけをね固執して壊しに行くと、まあ、やっぱ生存者側が積んでしまうと、うん、私も生存者でやってる時ね呪いのトーテムに固執する試合とかになっちゃって死んじゃったこととかもね多々ありますので、呪いのトーテムがあったからといってまあ、やっぱ殺人鬼もそっち方面に張ってたりする場合がね非常に多いので、まあ一つ二つぐらいは呪われてる発電機だったとしてもつけ切るところまでねやっちゃってもいいんじゃないかなってところかな。まあ生存者一人だとその呪われてるね発電機つけるの大変だから2人3人かな、3人ぐらいだと結構早い段階でいけるんだけど、まあ2人以上で発電機1、2個ぐらいねつけ切ってから誰かがねちょっと手の空いてる人が呪いのトーテム壊しに行くっていう感じでねいいんじゃないかなってところとなっておりました。うん、まあ、今回の試合に関してはね誰も呪いのトーテムでちょっと行けなかったっていうのがねこれ悲しかったかな。マップ上でやっぱ呪いのトーテム探すの大変だからね結構走ったりしないといけなくって、なかなか見つけられないとねその時間発電機もできないし何も作業ができないってことになってしまうので、まあやっぱねこういう試合展開になっていくと。うん、でねハグプレイがね非常に楽しいのでねちょっと引き続きねハグの方を使っていきたいと思いますので、まあ殺人鬼プレイの方もね楽しんでいただけたらと思います。殺人鬼ねただいまこういうような感じと、うん、一応トラッパーの方もレベル30にしたけどやっぱトラッパーねちょっと弱くなっちゃったかな。だからまあブギーマンハグたまにねドクターも使っていきたいけど、ただドクターもレベル25以上になってからね使っていきたいと思いますので、ブギーマンとねハグこの2つを使ってね生存者をねたまにやりに行きたいと思いますので、そちらも楽しんでいただけたらと思います。はい、それではまた次回、ゆずきしろでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。